胸筋かな。ここベタッとしたら使う。あ、そういう感じ。はい。はい。もうただけ。はい。はい。ちょっと手を腰に当てる感じで、はい、逆向きもください。はーい、わお、わお、はい、はい、はい、ちょっと横振りしましょうか。はい、はい、左足ちょっと、はい、じゃあ寄っていきます。はい、ちょっとそうですね、はい、ちょっとこう、ちょっとこう、ちょっとこんな感じ、あ、そうそうそう、いい感じ、はい、素晴らしい。じゃあ敬礼をしましょうかね。敬礼です。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。わー、じゃあピースしましょうか。ピース、はい、体横向きでお願いいたします。そんな感じ、そう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 、じゃあ敬礼もください。はい、そんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、これはいつ頃でしたっけ。11月頃に、都内と千葉のスタジオで撮りました。そうですね。撮影の思い出ありますか。撮影はですね、やっぱそのこういう時期なので遠いところには行けないじゃないですか。でも私初めて
あのしっかりがっつり都内とかそういうところで DVD を撮ったので、なんかそれなりの楽しみ方がすごいできて、あのはい、楽しかったです。思い出、はい、はい、タイトル 2.5 次元、あ、ではなく、相対性二次元恋愛です。違う、どんな内容ですか。え、違います。あ、はい、はい、この DVD の内容は、あの私がジュンで、妹役でジュンナっていうのが出てて、一人二役やってるんです。姉妹でやっていて、あの私のジュン側がお付き合いしている男性が視聴者の方で、その視聴者の方に妹が誘惑していくっていう、お姉ちゃんの知らないところでっていう、ちょっと相対性な感じで二次元の恋愛をしています。最後喧嘩になってしないですか。喧嘩にはなってないんですけど、その妹がすごいあざといんで、で、あの視聴者の方は姉というか私と妹分を、あの2回味わってもらえるという、ちょっと存分な感じです。どっちが自分に近い。中間です。中間ですか。どっちかっていうと妹の方が近いのかもしれないです。だからその姉を演じてる時はすごい、あのキャッキャしちゃいけないんだっていう、その抑えながらやってました。妹になるとあざとくて、はい、めっちゃあざとい妹でした。お姉さんと妹とそれぞれのシーンでちょっと覚えてるのいくつかもらえますか。はい、そうですね、妹のシーンは、あの勉強してるシーンがあるんですよ。制服から展開していって、ここのシーンなんですけど、ここはちょっとあざとさ全開でやってるので、パンチラだったりとか絶対見せてるだろうっていう感じなんですけど、ちょっと見ないで何みたいな感じでやってるので、そこは楽しんでもらえると思います。あとお姉ちゃんのシーンはですね、温泉に一緒に旅行に行ってるんですけど、そこでちょっとツヤっぽい、今までの私にはないようなしっとりしたセクシーな感じで見せれてるので、肌も綺麗に映ってるんじゃないかと思います。見どころです。あざとい妹、これはないだろうみたいな。はあ、そもそも私もお姉ちゃんがいるんですけど、リアルに絶対そういうことはしないんですけど、やっぱそのなんだろう、自分の姉の好きな人にがっつり誘惑するっていうのがもうそもそもないなって思います。そういうのいるんですかね、現実世界に。いるんでしょうね、どこかに。あんま引っかかってほしくないですけど、あの見ている方には引っかかってもらいたいです。おすすめのシーンとセクシーなシーン、それぞれください。はい、おすすめのシーンは、そうですね、あのこのニットのシーンがあるんですけど、ニットから脱いだら赤いランジェリーを着てるっていうシーンがあって、それは結構胸が自分史上に、え、こんなに大きいんだって、なんかまた気づかせ、再確認させてもらえるような衣装だったんですよ。で、すごいチェック、映像チェックしてても胸がこぼれそうで、巨大って言ったら、ね、言う経験ないんですけど、すごい爆乳だったので、ちょっとそれは爆乳好きにはこのシーンがめっちゃぴったりだと思います。それを超えるセクシーなんですね。そうなんです。セクシーなところはちょっとさっきと被ってるんですけど、あのお風呂のシーンはめっきりセクシーにやってると思います。あのちょっとのぼせてポッとしてて、顔がちょっと赤くなって、はい、湯気が立つような、なんか誘う感じでやってます。それどっちですか。今言ったのはどっちともお姉さんです。はい、色気全開です。今日久々のイベントですか。いや、多分約1年ぶりぐらいですかね。結構空いて、やっぱそのこのコロナ禍の中でみんながなかなか足を運ぶっていうのが難しい状況なんですけど、感染対策をしてっていうことで今日実行できて、すっごい楽しみにしてます。ファンの方にちゃんと直接お会いするのも本当にいつぶりだろうっていう感じなので、あの生存確認がしたいです。みんなの生存確認をし合いたいです。そうですね、あの最近すごいサウナにハマっていて、あの週にもう4回ぐらいサウナ行ったりするんですよ。なんでちょっと今ポージング取材してるだけでも汗かいちゃうぐらいすごい汗かきになっちゃったんですけど、太りづらい体質になりました。何がハマったんでしょう。何で始めたんですか。グラビアアイドルの友達に誘ってもらってサウナの良さを教えてもらったんですよ。で、そのやっぱよく言う整うっていう感覚を私も覚えてハマってしまいました。もうこれを味わいに毎回サウナに行くみたいな。そうですね、結構サウナしてる時は何も考えず無になれてストレス発散にもなるので、今まで一番のストレス発散法はカラオケだったんですけど、カラオケはちょっとあんま行きづらいんで今サウナの方が。
免疫力と基礎代謝を上げて頑張っていきたいと思います。あと水着のポイント。はい、最近占いを見たんですよ。占いの本を見て、その時に今年は年齢に合ったようなものだったりとか服をまとめなさいって書いてあったので、ちょっと可愛い感じが好きだったんですけど、今日はやっぱ取材ということで、その年相応な大人っぽい感じで行こうと思って、セクシーを出したくて黒にしました。はい、セクシーですか。いい感じですよ。はみ出てるし。そう、はみ出る。これはまあ何を着てもはみ出ちゃうんですけど、はい、そういう おっぱいなんで。お知らせありますか。お知らせは、写真集も同時期に撮影しているんですけど、天の尺という私の3本目の写真集がもう発売中なので、よかったらそっちもぜひ。で、来月イベントをできるかもしれない予定なので、そちらにもぜひ来てください。はい、あとは SNS を全部見てね。今日TikTok1 時間で2万人フォロワー増えました。イエーイ。はい。じゃあピース、逆の手ピースね。はい。で、そこから軽く前かがみ持ってた。あ、かがみすぎ。かがみすぎ。はい、ちょっとこれ。で、ピースは下してください。はい。ありがとうございます。ちょっと体と疲れ切って、はい、感じで、そうですね。はい、それで、なさい。じゃあちょっとお腹の前で前かがみになるんで、そうですね、はい、そうです、はい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 、ありがとうございます。お願いします。じゃあ片手持ちで大顔の横でございます。はい、行きます。はいはい、はい、行っております。じゃあちょっと遠目で指さしてもらいます。この辺で、はい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 、はいはい、左手で指させますね。違う気だったな。はい、そうですね。頭の上から。ください。よいしょ、はい、はい、じゃあ前向いていただいて、ちょっとこういう感じで寄せる感じで持つ、いかがかしら。いけるか、大丈夫か。 OK、 はい、いける、いける、はい、じゃあ最後横をピースください。どうもどうも。もう一つのね、じゃあお腹の前あたりでもいいですか。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ前に差し出すようなのいただいてもいいですか。そうですね、もう、はい、じゃあ軽く頭にポコンと浮かるような、もう、はい、じゃあ振り返りいただいてもいいですか。ありがとうございます。じゃあ行きます。そのまま指差しください。そうですね。はい。はい。